くん、スーパーチャットありがとう。皆さん、こんばんは。いつも楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。僕は高校の部活で右サイドバックでプレーしています。試合や練習で、ビルドアップの時に低い位置で張りすぎないことや、迂回経路を作ること、一列前の選手が気持ちよくプレーできるように考えて、オーバースラップすることを意識したら、周りからやれやすくなったと褒められました。今は自分の個人戦術ですが、いずれはチームの戦術へと昇華させたいと思ってます。おめでとう。僕からスーパーチャット送りたいぐらいですね。ありがとうございます。それをね、許してくれるというかね、なんで張ってねえんだとかさ、なんかそういう風に言ってくるね、人のチームじゃないのも恵まれてると思うし、まあ、キック君自体がね、ちゃんと周りに対して責任を持ってプレーしてるから、そういう、なんかこう、新たな提案とか受け入れてもらえるんでしょうね。過去一いいスパチャちゃうの。いや、嬉しいですね、なんか。うん。戦術分析 YouTuber 冥利につきますね。いや、浸っちゃいますね。これぞナイスパ。キック君ありがとうございます。今の環境に感謝しながら日々精進していきます。頑張ってね。頑張ってね。応援してるよ。ケガニ君、お、カニ道楽から来てくれたのか。